はい、どうも、私です。日商簿記2級のための動画、今回は本支店会計に焦点を当てようかなというふうに思います。今までの仕分けの学習というのは、皆さんの会社とそれ以外の別の会社との取引を前提に考えていたんですけども、この本支店会計は、もちろんその皆さんの会社とそれ以外の会社の取引もあるんですけども、それに混ざって会社内部の取引、例えば本店と支店の取引、もしくは支店間の取引、そういった会社の内部の取引、どうやって仕分けしたらいいんだろう、そのあたりを見ていくことになります。論点としては2つですね。さっき言ったその会社内部の取引、どう仕分けするのか、特徴的な勘定科目として、支店勘定、本店勘定と言われているものを使っていきます。これ接着剤というか磁石というかちょっと特殊な照合勘定って言われたりするんですけども、この働きをまず見ていこうということになります。であとは支店が複数ある場合にですね、その本店無視して仕分けをする、支店分散計算制度っていうものがありますけども、二所分二級の出目を考えた時には、圧倒的に本店集中計算制度、いわゆる本店を全部返した取引と見て仕分けする方法が採用されていますので、ここを重点的に見ていこうかなというふうに思います。で、この2つを得てですね、次の動画になると思いますけども、実際の本店と支店合わせた財務諸表をどう作るんだみたいなところを、次回次の動画でやろうかなというふうに思います。それでは具体的に見ていきましょう。まずは本店と支店の位置づけを確認しておきましょう。本店とか支店というのは、ある一つの会社内の組織になってきますよね。で、今まで議論していたのは、ある会社の決算書、貸借対照表と損益計算書をどう作るんだいという話をしていました。ですので、その会社に本店とか支店とかいう仕組みがあろうがなかろうが、一つの会社の財務諸表を作ればよかったということになります。で、なんですけど、本店とか支店ごとの成績表、財務諸表、貸借対照表、損益計算書があれば、それぞれのその組織、本店とか支店の業績把握することができますし、優劣、比較、検討することできますよね。ですので、会社の外に公表する財務諸表は今まで通り会社単位のものなんですけども、管理目的、会社内の管理目的で、本店のほか支店それぞれ帳簿を置いて財務諸表を作ろうねっていうのが本支店会計の仕組みになってくるということになります。ここ支店独立会計制度という言葉ありますけど、これ特に覚える必要はありません。これは支店本店それぞれに帳簿を置いて、支店ごとに財務諸表を作れるようにしましょうねっていう意味で支店独立会計制度というのありますけども、二所簿記二級で出題される以上、これ前提になってきますので、皆さん言葉を覚える必要はないということになります。で、皆さんが覚えるのは、まずは会社単位の財務諸表というのは、従来通り1年に少なくとも1回は貸借対照表と損益計算書を公表しないといけない。これは今まで通りになってきます。なんですけど、会社内の管理目的、会社内で管理する目的で、本店とかそれぞれ支店という組織があるのであれば、会社内部で判断材料とするために、それぞれ帳簿を置いて、それぞれ財務諸表、貸借対照表と損益計算書を作ってみようということになります。しつこいようですけど、あくまで本店支店間の財務諸表というのは、会社内部の管理目的ということになっていて、で、結局皆さんは従来通り外部に公表する一つの会社単位の財務諸表を作らないといけないっていうことになります。何が悩ましいかっていうと、肝心の本店支店間で生じるような債権とか債務というのは、これ会社内部の取引ですので、本来の仕分けの対象にはならないんですね。例えばこの本店が会社内部の支店にお金100円を貸したとしますよね。で、本店から見れば、確かに会社内部とはいえ、別の支店という組織にお金貸したので、それはお金貸したということになりますし、支店から見れば、
同じ会社内部とはいえ本店という別組織からお金借りたので、それは借りたという話になりますよね。なんですけど、本来の目線は会社単位ですよね。会社単位で見ると、この会社外部にお金貸したり借りたりしていますか？していないんですよね。まあ、ですので、会社内部で動きはあったものの、会社単位として見ると、お金なんか動いてないよ、だから従来は仕分けの対象ではなかったということになります。じゃあ、そんなこと言ったら、本店とか支店単位の財務諸表を作ることできないので、この内部の取引どうやって仕分けしようかと、従来の考え方ではできなかったので、どうしようかと工夫が必要になったってことになります。では、どんな工夫か見ていきましょう。これ本店の目線で見ると、確かにお金を貸しているので、支店にお金貸したんですよね。なので、直感的にはこの仕分けやりたくなりますよね。なんですけど、この仕分けダメなんですよ。なぜかというと、貸付金というのは会社外部の人に対してお金貸した時に使う勘定科目なので、これ今回内部取引なので、貸付金という勘定科目は使えないんです。現金が本店から出ていったのは事実なんですけども、これ会社内部の支店に貸したんだよっていう時には、内部取引だよっていう痕跡を残すために、これ支店勘定というものを使います。これ商工勘定って言ったりもするんですけども、ややこしいですが、本店の帳簿に書かれる内部相手の勘定科目という意味で支店勘定というものを使います。他方で、支店の側もお金増えて借りているですよね。まあ、ですので、本来は支店の帳簿にはこのような仕分けやりたくはなりますよね。借入金というこの勘定科目は、会社外部の人に対する債務を意味するものなので、今回は会社内部の取引だということで、この借入金という勘定科目を使うことはできないということになります。まあ、そして、内部取引があった結果、現金が増えたよということで、本店勘定というものを使います。まあ、つまり、現金が動いた、それはもうそのままそれぞれの本店の帳簿、こっちは支店の帳簿にそれぞれ現金増えた減った、これ書くのはいいんですけども、これ内部取引の結果増えたり減ったりしたのであれば、必ず仕分けの一方は内部取引だったよ、本店の場合は相手は支店ですよね。だから支店という勘定科目を使いますし、支店の相手は本店ですよね。まあ、ですので、本店勘定というものを使うということになります。で、本店とか支店というのは、資産とか負債とか、そういう勘定科目っていうふうに理解せずに、もうちょっとシンプルに、皆さんとしては、まあ、例えば本店の帳簿を考えるときは、現金減ったよね、減りましたね、現金減った、だから右ですよね。会社内部の取引で減ったんだよ。まあ、だから支店勘定を使う。現金増えた。どうして増えたんですか？外部から？外部の取引の結果？違いますね。会社内部の取引の結果増えたんだ。相手は本店ですよね。だから支店の帳簿に本店勘定ってものを書く。まあ、それぐらいの理解で十分になってきます。まあ、この支店と本店の特徴としては、必ずこれ内部取引の時にお互い記録し合うものなので、支店の100、左に支店100あれば右に本店100が来ると、数字必ず左右一致するということになります。これここにも書きましたけども、まあ、会社単位で最終的に財務諸表を作ることになるんですけども、その時にはお互い消していきます。左に支店であれば右に本店、これ両方消えるような意味合いになってきます。これ消え、本店と支店勘定を消してみると、現金も右左ですので、この仕分け足すと現金の増減もないということになりますね。実際に会社単位で見れば、会社全体で見れば、
お金動いていないわけですから当然ということになります。ではこの後どういう仕分けをやるのか、ここに見ていきましょう。まあ、まず丸々商事という一つの会社があるんですけども、まあ、最初本店だけだったんですかね。そこで支店という組織を会社内に作りましたと。で帳簿を置きましたと。ここで初めて本店と支店が分かれたようなイメージしてください。でこれまで本店の帳簿に書いていた本店の中にあった現金、備品、売掛金を支店の帳簿に移しましたと。で支店は新しく帳簿を作ってこれを記帳したという問題になってきます。本店の目線から見ると現金、備品、売掛金がそれぞれ減少したってことになりますね。で支店の目線から見るとそれが増えたということになります。もちろん会社単位で見れば何も変わっていないけどということにはなりますけどね。そこで本店の仕分けとしては現金、備品、売掛金なくなったよ。どうしてなくなった？会社内部の取引、相手は支店ですのでこういう仕分けになってくるということになります。ポイントとしては現金、備品、売掛金なくなったよ。どうして？内部の取引、相手は支店ですよね。だから支店という特殊な勘定科目を使うと。で支店の帳簿も現金と備品と売掛金増えたよ。だから資産はみんな左ですね。なんで現金、備品、売掛金増えたんですか？本店から移ってきたんだよ。じゃあ内部取引ね。だったら本店という勘定科目を記録しようっていうことになります。先ほどと同じように支店と本店の数字左と右で一致しますよね。これ最終的に相殺されていくことになりますし、本店の帳簿で減少された現金、備品、売掛金は支店から見ると増えていますので、これ全部合わせると残高はゼロになっていく。つまり何も変わらない。まあ実際会社単位で見れば何も変わっていないですよねということになります。本店は本店で帳簿を作っている、支店は支店で帳簿を作っている。まあ最終的に会社単位、会社全体で見ればこれ何も変わっていないよねっていったところまでクリアになるといいかなというふうに思います。もう一つのケース見ていきましょう。本店は支店の広告宣伝費100円を現金で支払って、まあ、支店はこの連絡を受けたという場合見ていきますね。これ会社単位で見れば広告宣伝費現金100円払ったよっていうことですので、いわゆる産休レベルの話として、ああ会社が現金広告宣伝費支払ったんですねということで仕分けはこうなりますよね。これが会社単位としての仕分けだということになります。まあ、なんですけど、この会社単位のこの仕分けを本店と支店に分けていきます。まあ、なぜなら、支店の広告費を本店が払った。本来は支店が負担すべき広告宣伝費を本店が払ったという意味で、これを内部取引として仕分けしようということになります。まあ、ですので、本店の目線から考えるとこれ支店の広告宣伝費ですので本店に広告宣伝費はかけないわけですよね。ですので本店の目線からすると現金を支店のために払った、こういう仕分けになります。現金は確かに減少した、これ外部に出しましたよ。でもこれは支店のためですよねという意味で支店勘定を使います。で他方で支店の目線からすると現金は払ってないけど、つまり本店が払ってくれたんだけど、それ支店の我が店舗の広告宣伝費ですよねという意味で左が費用になってきて、まあ、現金本店代わりに払ってくれたんだよという意味で本店勘定を使うということになります。まあ、これも支店勘定が左で本店勘定が右です。同じ数字出てきて左と右ですので、これ最終的には消去されていくことになります。まあ、たまたま内部取引を記録する意味で使っている照合勘定と言われているものになりますね。で広告宣伝費左に来てますよね。現金右に来てますね。これここで右ですので、この本店と支店の仕分けを足すとちゃんとこの会社本来すべき
仕分けが出てくるよということになります。少しずつ慣れてくれるといいかなと思いますけども、もう一つ見ていきましょう。本店は支店に、まあ、商品原価100円の商品を送付しましたという話です。本店が外部から100円で商品仕入れたと。でこの時本店は仕入れ100、まあ、買掛金100とか現金100とかそういう仕分けはするんですよね。これは外部の取引ですので従来通りということになります。でここで本店が支店に100円の商品をまあ送付すると。で本店からは仕入れ商品減少するので仕入れを右に書きます。そうですね、仕入れた時に仕入れ勘定を左に書くので、まあ、今回支店に渡した時に仕入れ勘定を減らす。なんで仕入れ勘定を減らすんですか？内部取引ですよ。だから反対側は内部取引を示す支店勘定を書くと。他方で支店勘定からすると商品増えたので仕入れを左に書きます。でも現金払ってるわけではなくて内部取引で本店から送付されたものですよという意味で相手本店勘定を使うということになるわけです。まあ、こちらもこの2つ合わせると、まあ、本店と支店勘定消えていきますよね。同じ数字左と右ですね。で仕入れ勘定もこれ左と右合わせると結局トータルとしてゼロになるので、まあ、帳簿上本店のこの外部から仕入れた時の仕分けが残るということになるわけです。内部取引によって何が変化したのかですね。今回仕入れというのが変化していて、でそれどうして変化したかというと内部取引だよねということであれば、本店であれば相手支店に、支店であれば相手の本店勘定というものを使って内部取引仕分けするということになるわけです。今までの議論でおおよそ本店と支店の内部取引どうやって仕分けするのかイメージ持ってもらえたと思います。ただし前提が1個あって、支店は1店舗だけだったんですね。でも実際には例えばこの図のように、まあ、本店は1店舗が多いと思いますけども、支店が複数ある、渋谷に支店があって新宿に支店があって、まあ、こういう支店が複数あるのが自然ですよね。でこういった時に本支店間の取引どうしようか、考え方2つあるんです。で1つが支店分散計算制度と言われているもので、本店と支店それぞれに帳簿があるんでしょ、だったら支店それぞれが本店のほか別の支店名の勘定科目で全部仕分けしようね、まあ、ですので支店と支店の間の取引では当然に本店は特に記録する必要がないということになります。でもこれ管理目的としてどうでしょう。やっぱり会社組織の内部取引全部本店で管理したいじゃないですか。でもこの支店分散制度を採用するとそれができないんですね。まあ、ですので2級ではあまり出目は高くないんです。まあ、でもおおよそどんなものかイメージだけ持っておきましょう。渋谷支店は新宿支店に現金100円を送付しましたと。まあ、実際渋谷支店と新宿支店の支店同士の取引ですね。これ本店は何も記録しないので管理できない、蚊帳の外に置かれている状態になってきます。で渋谷支店から見ると現金がなくなったので現金を右に書く。どうして現金なくなったんですか？内部取引ですよ。あ、じゃあ内部取引相手は新宿支店だから新宿支店という店名をそのまま書きます。まあ、他方で新宿支店から見ると現金増えた、どうして？外部の人から借りたんじゃないですよ。これは会社内部の渋谷支店からお金送付して送ってもらったんですよ。だから内部取引だから店名は相手の渋谷支店という勘定科目を書いていく。これで終わりってことになります。まあ、ですので本店は何も記録しないのでこの取引を把握できない可能性があるよね。これちょっと問題なんじゃないですかというところで、実は日商簿記2級で出目が多いのは次の計算制度になってきます。それが本店集中計算制度と言われているものになってきます。で実際にこれ支店間の取引だったとしても、帳簿上つまり記録上は全て全部の取引、内部取引が全ての内部取引が本店を通じて
まあ、なされたかのように仕分けしていく方法ということになります。ですので支店の相手勘定、内部取引すべて本店になりますので、支店では本店勘定のみを使うということになります。現実とは違う、まあ、流れを想定して仕分けする、これ全部管理目的でやられるんだよってところを押さえておいてください。具体的に見ていきましょう。まあ、例に渋谷支店は新宿支店に現金100円を送付したと。まあ、実際には渋谷から確かに新宿にお金が流れるだけなんですけど、帳簿上はまずは渋谷支店から本店にお金が流れたよというふうに想定をします。あくまで仮定ですけども、帳簿上は渋谷支店から本店にお金が流れたとします。ですので渋谷支店の仕分けは現金出ていったよ、どうして、内部取引、全部相手は本店ですね、支店の相手は本店と。ですのでこういう仕分けをします。本店は全部支店の管理をしますので、現金が増えたと。で、本店はこの渋谷支店からお金もらっているよという意味で、現金が増えた、内部取引どこから、渋谷支店という仕分けをします。で、つかさず本店は新宿支店にお金を送付したと仮定して仕分けしますので、ですから本店の仕分けとしては、あ、現金出ていったよ、なんで、内部取引で減ったんだよ、相手は新宿支店ですねということになります。この2つが本店の仕分けになってきます。で、最後の新宿支店は現金増えたよ、現金増えたよ、どうして、内部取引でね、相手は本店だよ、だからここ右側にこう本店100を書くということになります。まあ、ですので支店の帳簿では本店勘定のみ使われるっていうところをまずは押さえておいてください。そしてもう一つ、これは本店の帳簿で2つの仕分け出てきますよね。これ現金左に出てきて、これ右に出てきてますよね。まあ、本店に一度にある仕分けだったら、この2つガッチャンコしましょうね。まあ、ですので本店の仕分けの回答としては、この2つを合わせたこの仕分けがよく出てきます。一見複雑かのように見えるんですけども、この2つを合わせると現金勘定は消えますよね。左と右同じですから消えますよね。まあ、そうすると新宿支店が左ですね、渋谷支店は右ですので、これが本店がやるべき仕分けということになります。これがよく出る答えになります。